ちょっと問題を読んでみてください。 FX が、まあ、A が含まれたこんな三次関数の形してます。極大の極小を持ってるらしいです。極大と極小値の間の差が8となるらしいです。 A の値何でしょう。そんな問題考えてみようか。さあ、まず極地の話されてますから一旦微分してみますか。こいつが極地を持つって言ってますね。極地持つってことはどうなればいいの。はい、極地を持つには B が正であればいいですね。なぜなら符号変化を起こさないといけないんですね。さて、まあ、極地を持つためには4分の1より小さければいいということは分かったんだけど、じゃあ続いてですが、極大値と極小値の間の差が8となるような A の値は何でしょうかって言ってるわけです。ってことは今からやるのは極大値と極小値を求めに行くことをすればいいんかなっていうのが普通の発想やな。じゃあ極大値と極小値を調べるためにはこの F'X から増減表を書いていかなかったね。よし、じゃあ増減表を書こうって思って増減表を書き始めたときに次何が知りたいかというと、何が知りたい解やな。 F'X イコール0の解が知りたいですね。そう、俺たちは頭の中でこいつはこうなってくれてるはずで、ここの値とここの値が知りたいなという方向に舵を切るでしょう。なぜなら増減表のこことここの値埋めたいからやなっていうふうにやろうかなって思ったときにうって思うわけです。なんでそんなこと思うの。なんで思うの。俺と一緒嫌やなって感じがするわけです。なんで嫌やなって感じがするの。ずっといっぱい使って A が入ったじゃないかってやつやな。そう、これ解の公式で無理やり求めると 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B の2乗マイナス 4A っていう形やから、これのマイナス側がこっちで2分の1プラスルート 1-4A がこっちなわけです。ってことはちょっと想像してみよう。想像力がとても大事です。増減表の中にこのヤバそうな値が入って入った後に極地間の差って言ってるから、こっちが極大でこっちが極小、どっちが極大極小かまだ書いてないか知らんけど、まあわかるか、形状がないな。3乗な、3乗の前の係数がマイナスやったらひっくり返ります。落ち着きます。まあ、まあそれは後に一回書いて経験してください。要は極地が出てくるからこの3パターンのうちのこれやんな。極大極小って分かったら上引く下すればいいわけやんな。2分の1引くルート 1-4a 代入したやつから2分の1足すルート 1-4a を代入したやつを引けば8っていう方程式作ったら解けるのは分かるよな。それで解けるねん。やりたいなっていうだけだ。やりたいですかっていう、そういう話ですよ。こんなやばい値を代入やったものを引き算やって8だなんて方程式解けますかってことや。いやー困ったな、解が汚くて困ったなっていう状態やな。すごい超絶な前見えない。解が汚くて困ったな。そうですね、皆さん思いつきましたよね。ここでこっち側に舵を切ったのには理由があります。
かぶってるからいいんじゃん。いや、カイがかぶってるから、こっち来るからいいんじゃない。 X のセクションなんでしょ。理由があります。それは汚いから。どうすればいいんだよ。貝が汚いときっていうのは、その後の処理がやばいことは経験値で分からないといけない。貝が汚いときは、じゃあどうすんの。嫌やけど、文字増えんの嫌やけど、思い切って貝置きなさい。置いたら必ず、すぐさま立てておくのが、何アルファダスベータ、アルファベータ、貝とケースの関係な。どうする貝とケースの関係。賢いやつが思いつくものじゃなくて、頭の中でちゃんと当たり前のことをやっていこうと思ったら詰まるっていうのがあるから発想できるんですよね。この問題は解と係数の問題やっていうふうに言い切って覚えるんじゃなくて、この問題は極地と極小値の間の差が8って言っててやろうと思ったら解が汚くて極大も極小もやばそうやからどうしようって悩むから解が汚いなら解置いてしまえっていう発想経路があるやんな。わかりますか。このセットが大事ですよね。このセット本来ならこういくはずやねんけど、困ったからどうしよう、今までの経験して引っ張ってこようという感じでね。解と係数の関係により、アルファたすベータは1ですね。アルファベータは A ですね。というのが成り立ちますね。これ、キープした状態で問題解こうか。どうせ後で使うんやろな、思いながら問題解きましょう。とにかく、解がきれいな形で置けたんだから、君たちは増減表を書くことができますね。FX、この増減表を書いて極地間の差を求めるためにこれ出したんだよな。ちっちゃい方アルファにしようか。ここでこれはここで気づきます。どっちにアルファベータって書こうかって悩んだからここまで戻ってアルファベータとするって書きます。こういうのさ、回答の中にさ、こういう表現あるときって、ちょっとお前ら、俺は書けへんけど、私はよう書かんけど書いてるのはわかるよ。でもこれ書かれへんなって思えへん。これいつも回答見たときに、うわ、こんなん自分でよう書かんわって思ってました。範囲。なんでこっちの方が小さいなんて、まあ言われてみりゃわかる。言われてみりゃわかるけど、自分で書こうと思う動機があったかしら書かないですね。普通回答で終わりやん。でもここのこの動機はここです。増減表を書こうかなって思ったら、どっちアルファって書こうって思ったら代償関係がないといけないですよね。だからここから戻りましょう。はい、ということでアルファベータとなります。 F'X が下凸であることは明らかなので、プラスマイナスプラスの情報をゲットして上がって下がって上がってな、もうよしよしと思いながら、ああこんな形になるの知ってたよと思いながらですね。はい、ここは F アルファ、こっちは F ベータですね。感情になるんだっけ。さあ、条件からどんな式を立てればいい。山岡ベータ引くアルファイコール8。極大値って何。極大値って何ですか。この表の中から極大値を探します。極大値が何です。違います。そうですね、間違いない。その辺から調整したら手投げですよ。いや、よかったな、ここで間違いない。手投げたら間違いない。途端に極大値はなぞれや。波島原、極大値はどれや。極大値とか極小値って最大値とか最小値とかよく見て一緒ですね。ね、
どんな時に最大になるんですかって聞いてちゃうで。俺は今聞いてるのは最大値は何かって聞いてるんですよ。極大値はどれですか。Fα、ね、これが極大値です。それは断らなくてよろしい。なぜなら増減表を俺たちは書いたから。書いてなかったら Fα が極大とは言えてないから。分かってますか。めんどくさいけどこれ書いたのには理由があると。それは極大引く極小が8ってやりたいからね。条件より Fα マイナス Fβ は8ですね。極大値引く極小値。が8ですね。さあ、Fα やら Fβ っていうのはどんな値かってだいぶ鬱陶しいですが、ありますな。こうやな。2α3 乗マイナス 3α2 乗プラス 6aα。 ああ α と a 書き間違えて答え合わなさそうやなってなってしません。これはこういう時に α のここを長くする癖があります。なぜなら昔から字が汚くて間違えてきたから。そういう自分を経験してみましょう。はい、引く fβ ですね。 2β の3乗マイナス 3β の2乗プラス 6ab ですね。これを引き算したものが8ってとかなと。これが成功。いややばくね。どうやって解くの。解くための材料って何がないの。ありますね。これや。これ使わなあかん。ってことはいいですか。皆さんがやることは何。それはそれはできるだけ対称式の形になるようにうまいこと変形してからな、こいつらな。できるね。まあ、どうしましょう。ここから先は別問題ですね。で数学1の問題の先行には2が2が入ってくる。まあ、知っておきなさい。知っておきなさい。同時なやつが集めてください。これが6。これが同じ実数のやつだけ集めてみよう。ほんならなんか綺麗にできそうできます。なんかできそう。やってみなきゃいけないことっていうのはこの2番の式を最終的に代入やって A だけの式にしたら勝ちだ。あの式を A の式イコール8ってなったらお前ら何 A イコール8やから A 取ってみよう。こんな風に言えば目標はそうです。 A の式イコール 8A の式イコール8やったら A の値出せるでしょ。つまり α とか β とかの中には全てこいつらが入ってあげたいわけそうですね。ああできたできた。だってここって対称式で表せるやん。どうやってアルファ足すベータの2乗引くアルファベータやな。来た来た2番使えるぞ。よっしゃよっしゃこれ1やラッキーと。あとこれやな。嫌やな嫌やなやけどこれ経験したことないかな。アルファ足すベータ、アルファベータが分かっている状態でアルファ引くベータの値って求めた経験ないか。真剣もしのちょっと上の方まで来たらすぐ出てきましたね。これどうやって求めたんだっけ。アルファ引くベータ賢い2乗ですね。賢いな。こいつは2乗すんねんな。2乗した値が10って分かったらさアルファ引くベータってルート10かマイナスルート10ちゃん。
で計算できるやろ。何で2乗したんですか。それは対称式で書けるからですよね。そうだよな、はい。ということでここは 1-4a が入りますね。 1-4a が入ります。さて今こいつは絶対に正ですか、負ですか、どっちですか。負でございます。こいつは正やね、こいつは正ですね。こいつはだって、まあ、2乗した値やねんけど、なんで正かっていうと1番の条件がちゃんと効いてくれてますね。 A は4分の1より小さいんだからよかった。引く数字が1より小さい数字やから正になってくれますね。さてじゃあ α 引く β の2乗だからこれ取らないといけないんですけど、取った時ってプラス側マイナス側どっち取ればいいの。マイナスですね。プラスマイナスどっちや。マイナスです。なぜ。アルファ小なぎで、はい、そうですね。これを自分で置いたから聞いてますね。アルファの方がちっちゃいんだって置いてるからマイナスになるはずだよね。したがってここで最後にこいつの部分はマイナスルート 1-4a であることが分かりました。後ろの部分もどんどん分かりますね。イコール8を解くだけのゲームです。最後やってみよう。